はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時ですね、35分を回りましたね。前場終わりました。どうなったでしょうね。日経平均、プラス50円ですね。小動きでございまして、まあとりあえず2万9000円に行って、それからまた3万狙おうかということですけど、なんかね、そんなに強くないですね、連日ね。はい、アメリカの、ね、10年利回りが 1.6 を切って 1.57 になってるんですよ。これは株価にとっては悪くはないんですけど、昨日のニューヨークはマイナス81ドルと下げておりまして、ドル円もですね 108.74 と109を切った状態ですね。だから金先物がですね1907ドルですか、1ウォンス、ちょっと上がってるということは、ドルの価値が下がってるということなんですよ。ビットコインは日本円400万円台を回復しましてですね、427万あたりでですね、いってまして、まあ、ドルで言いますと4万ドルを切った状態でしょうね、これだと。はい、さて、今日からですね、丸2日間こう事務所を開けましてですね、今日から復活したということでした。丸2日も、ね、開けるのってね、珍しい、お正月ぐらいのもんでございますね。ゴールデンウィークもお盆も関係ない人間なんで、ここに来てこうやって喋ったり書いたりしてるんですけども、丸2日分のね、あれがですね、郵便が溜まっていたという状態で、いろいろですね、事務も溜まってるんですよ。金払えとかですね、いやすいません、払いますから今日そう、そろそろ家賃も払わなくなるね、月末めんどくさいわっていう感じですけどね。で、なんか喋るネタないかいなと思ってニュースをこう見てるんですけども、なんともですね、なんともないですね。なんか世の中物事起こってないなという感じでございまして、昨日、おとといはアメリカが日本をですね、渡航しないでください、渡航中止勧告という国、第一党の国になったんですけど、アメリカが、ね、第一党にしてるっていうのは、カナダもフランスも入ってるんですよ。でそこに、たまさか挙げられたということでして、アメリカはですね、すでにもう成人男女の半分がのワクチン接種をですね、終えたという状態でして、もうなんかあれですね、俺らもう大丈夫や感が漂っていますよね、今のアメリカってね。で日本はまだ 3% もいってないわけでしょ。で、菅さん必死ですよね。ね、菅さん必死になってもワクチンって言うてるんですけども、そのせいかですね、役人の言いなりになっちゃうかあんたという事象が発生します。それがこれ時事.com でございますですね、生活困窮世帯に最大30万円、コロナ長期化で新制度政府という記事がありまして、これが昨日25日の21時45分に出ております。短い記事なんで読んでいきますとですね、こんな感じでございまして、新型コロナウイルス流行の長期化を踏まえ、政府が困窮世帯向けの新たな給付金制度を創設することが25日関係者への取材で分かった。生活保護水準に近い世帯が対象で、3ヶ月で最大30万円を支給する。菅義偉首相が近く表明する方向で最終調整しているという感じですね。新制度は新型コロナ生活困窮者自立支援金括弧仮称、一時的な生活資金を提供する緊急小口資金といった特例貸付制度が限度額に達するなどの理由で制度を利用できない世帯を対象とする預貯金が100万円以下、3人世帯で月収 24.1 万円以下などの条件もある。支給は世帯単位で、単身は月6万円、2人なら同8万円、3人以上は同10万円を3ヶ月間給付する。7月から申請を受け付ける。生活保護世帯は対象外とする。っていう感じでしょう。うち入らへんかなと思ったんですけど、入りませんね。なんかね、もうちょっとやなっていう感じですけど、もうちょっとね、自分の給料減らしたら、もしかしたら入るんちゃうかなみたいな気がしてるんですけど、どうも、ダメですね。パスしなあかんみたいですね。パスっていうか、自動的に資格がないようでございます。
こういうね制度ね、バッと読んだだけでわからんでしょ。僕もようわからんのですけど、多分ね、こういったね対象世帯がね、例えば2000万世帯ありますよって、多分その財務省は資料持ってるわけですよ。うん、で2000万世帯がね、全部ね、全部というかほとんどの2000万世帯、1800万とか1900万世帯が申請するかというと、多分そんなしないと思うんですね。対象となるのが2000万世帯あれば、多分500万もするかしひんかって、500万したらええとこちゃうのと、いうふうに思います。なぜかというと、まだ面倒くさい資料を出させたり、書類を書かせたり、まあ、手続きを煩雑にするんですよ。意地悪なことに、それ財務省が作ってるわけですよ、こういう制度というのは。で、できるだけお金出したくないですね、財務省は。なぜかっていうと、ただでさえ財政は赤字ですから、そこ以上の赤字を増やしたくない。まあ国の金庫番ですからね、財務省は。金庫番としてはですね、その金庫が、ね、黒字になってなあかんのに、もう大赤字もええとこやんか、もう。こんなんね、その日本だからこそね、財政破綻しないんだよって、ね、他の国やったらもうとっくに財政破綻してるんですよ。なぜ日本はしないかというと、日本は日本円を刷れるからなんですよね。だからひたすら刷ってるわけですよ。ひたすら刷ってるわけでして、その刷ってる量というたるや、もう、破綻して、デフォルトをしたアルゼンチンやベネズエラの、水準をはるかに超えてるんですよ。はるかに超えてるんですけど、外国からはですね、破綻したとみなされないし、円は相変わらずですね、さっきも言いましたけど108円台だ高いやんそれみたいな。でも中長期的には下がってるんですよ、円って。下がってるんですけど、まだ見放されていないという状態。まあそれは置いといて、財務省としてはそのなるべく金を出したくないと。だからややこしくして、ややこしくするとですね、ものええやそんなもん、月に10万ぐらいとかいう家庭が多くなるんですよ。めんどくさいのいやとかって。でこれね、なんかデジャブでしょ。こんなん昔こんなこと言わへんかったかと思うでしょ。実は去年の今頃ですね、安倍政権時代に一人10万円の給付がございましたね。僕ももらいましたけど、やったーみたいな感じでもらいましたけど、あれのやる前にこういう制度で行こうやっていう話だったんですよ。でそれ財務省が組み立ててたんですよ。で安倍ちゃんもあんまりもの考えてないから、あんましゃあないな、ほんとそれやるとかって言ってたら、公明党の山口なんとかですか、公明党の、公明党なんて言うんでしたっけ、党首とは言わないですね、幹事長、何やよく分かりませんけど、トップですよね、山口さんという方がですね、安倍総理官邸まで行ってねじ込んでですね、一人10万円にしなさいと言われて、はーいしますって言って、でそうなったという経緯があるんですね。でその時ボツった財務省案、ほぼそのままなんですよ。ほぼそのまま、また出してきよったんですよ。出してきて、菅さんは、分かった分かったって。菅さん今ね、ワクチンのね、接種率を高めることしか頭にないんです。他のことはすっ飛んでるわけですよ。だからこれ財務省の言いなりになって、こんな制度を作るわけですけど、大して意味ないですね、これね、ほんまにね。ほんまにその2000万世帯あって、2000万世帯に行き渡れば意味あるんですけど、ほんで制度をややこしくしたらね、行き渡らないし、そのね、ほとんどね、エッセンシャルワーカーなんですよ。そういう方って大体そういう役所の書類作りって超苦手なんですね。だからこれ小口資金の融資を受けた人がほぼ対象になるんですけど、小口資金の融資も受けてないような人もいっぱいいるし、でなんで生活保護世帯に覗くんでしょうね。もう支給してるからということでしょうかね。もうなんかね、作り方がね、こう役人っぽい発想で作ってんなと思えてならないわけですね。で役人って現実が見えてないんでね、そのこんな実効性ってもうかなり薄いと思いますよ。ほんまに言ったらええ話ですよ。一世帯に10万円、3人でお金ないやんって言ってる世帯に10万円ずつ配ったら、一月10万円、三月でもね、配ったら、助かったわ、解散でいいお金ですからね、助かったわってなるけども、女も知らない間に過ごしてる、そんな細かなこういうことをチェックしない人がほとんどなんですよね。困窮してるエッセンシャルワーカーの世帯っていうのは。そうしたらですね、もらえずに、はっと気がついたらもうその期限を過ぎてた、なんていうことがですね、よくある話でございます。
つまり実効性が薄いわけですね。でそんなものを採用してるっていうのは菅さんが隅々にこう自分の目が行き渡っていない、もうあれのワクチンの接種ばっかり気にかけてですね、一切そっちの方にですね気が回っていない証拠ではないかなという気がしますね。まあだからいよいよこれもですね政権末期ということがよく見えてきたかなという気がいたしております。はい、皆さんどうもありがとうございました。